とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は装備の説明をやっていきますね。今日説明する装備はこれです。ショート帽系ですね。ショート帽系には3つありまして、機械仕掛けのショート帽、そして愛のスペル帽、パープルストーム、この3種類になります。能力ですけども、パープルストームは速射、愛のスペル帽は激怒、機械仕掛けのショート帽は加速がついてます。まず、パープルストームの速射ですけども、発射速度が若干増えます。ほんと若干です。例えば、愛のスペル帽で8発撃ちますよね。8発。その時に、パープルストームは9発撃てる。それぐらいの差です。ほんとちょっとした差。で、愛のスペル帽の激怒。激怒は、愛のメダル。仲間にするやつがあるでしょ、敵を。愛のメダルの、まあ、劣化版だと思ってください。激怒した敵は近くの敵に攻撃をしだします。で、これが敵だけじゃなくって、自分が近くにいれば自分に攻撃してきます。なので、まあ、愛のメダルの劣化版だと思ってください。まあ、高難易度とかでは結構使えるんで、俺はおすすめしますけどね。で、機械仕掛けのショート帽は加速ですね。一発一発撃つには、そんなに変わりはないんだけども、連続で発射すると、最終的に、発射速度が倍になるのかな？めちゃくちゃ早く撃つことができるので、まあ、火力としては、機械仕掛けのショート帽が一番あります。そして、このショート帽系の特徴が2つありまして、まず1つ目が、これ、クールダウンショットが発動しやすい。発射速度が速いので、とにかく、クールダウンショットが発動して、アーティファクトを、多く使うことができます。そして、弾数がいっぱい持てます。一番持てるかな？弓の中で。弾数が多いので、矢が不足するっていうことがほぼない。そういう弓ですね。で、クールダウンショットが発動しやすいので、近接装備との相性が一番いい弓になります。アーティファクトが何回でも使えるので、かなり戦闘が楽になります。例えば、キノコ、そしてドラとかですね。あとはエリクサーのカバンとか、どんどん使っていくことができますので、ダメージにつながって、すごく戦いやすい、弓になります。まあ、あと、弾数がね、減らない、ほぼ減らないっていうのが、いいところではないでしょうか。そして、アーティファクトを多用していくビルドとの相性がいいです。カバンビルドとか、あとブラストとか。まあ、普通に矢筒とかを使うのにもすごく、使いやすいですね。カバンビルドだったらば、こんな感じです。とにかく、カバンをガシガシ打っていけるので、まあ、ダメージ入れることができます。ちょっとね、攻撃範囲は狭くなったんですけど。で、ブラストだけでもできます。ブラストだけが、こんな感じですね。今は、カバンビルドよりも、ブラストビルドの方が使われるのではないでしょうか。二つともね、ブラストだけではなくって、片方をなんか別のやつにしたりとか、まあそういういろんな楽しみ方もできます。で、ショート帽系には、絶対必要なエンチャントっていうのがあって、まあ弓ではほとんどそうなんだけども、クールダウンショット、プラス、チャージ系は絶対入れてください。ロールチャージかアーティファクトチャージ。もうショート帽系には、このチャージ系は絶対必要になってくるので、必ずつけるようにしてください。はい。まあ、ショート帽はね、近接、そして、アーティファクトを使うビルドなんかとものすごく相性がいいので、まあ、ショート帽一つは持っておくことをお勧めします。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。